じゃあ次の質問お願いします。孫さんの2番目に好きな飲み物、2番目。あ、わかった。え、わかるの？2番目、2番目か。これしかもね、俺惹かれると思うわ。え、あ、知ってることは惹かれる、うん、え、マジでわからない。何を飲んでる、孫さん飲んでるっけな、あの人。いやいや、でもこれは孫に言ったら、あ、それよくわかってるねって多分言ってくれると思う。あ、マジですか。俺はもうそれでいいから。何飲むっけな、あの人。まあでもよくお店で飲むのはこれなんだけどな。ボスは絶対に1位。絶対に1位です、ね、それはさすがに1位です。あいつはここ10年間ぐらいサントリーのスポンサー狙ってますから。諦めがない。その配慮は。まだまだ諦めない。まだ諦めないから。それでは皆さんが消えましたかね。じゃあ発表していきましょう。せーのでドン。はい、コーラ、ブラックコーヒー、ウーロン茶、ジャバチップ、フラペチーノ。これブラックコーヒー、コーヒーは言われたら、はい、あ、そうなんだよねっていう。あ、自身がちょっとその発想に今日は至ってないかもしれない。いやいやずるい。ジャバチップちょっと限定すぎない？あ、確かによく飲んでるけど、まあ、海外だと絶対飲んでるけど、うわ、確かに。俺ね、大体お店ではこれなんだよな、ウーロン茶。そう、炭酸は絶対飲まないんだよな、確かにな。じゃあちょっと答え合わせの方行きましょうか。でも、はい、昨日飲んだんじゃないの？飲んだかな。はい、孫さんが2番目に好きな飲み物は？2番目？俺見たことないけどな。サントリーじゃないからね、そこと。まあ確かにサントリーじゃないですけど、サントリーは絶対外さないわ。マジ？水。うわー、えぐい。うわ、じゃあ天然水だ。サントリーのね。そういうこと。え、小作、ブラックコーヒーは結構好きなんじゃないの？あ、コーヒーあり？は？え？1位がカフェオレとして、うん、はい、あ、じゃあ2番目、じゃあそのコーヒーとかありなのであれば、はい、あそこどこだっけな、まあそれぐらいあんまりあれメーカーが薄い。黒糖ミルクコーヒー。違うブランドだと思う。え、なんで？黒糖ミルクコーヒー。ああ、星のコーヒー。うん、へえ。あの、そうなんだ。喫茶店の何屋だっけ？え？いや違う、星のコーヒーじゃなくて。違う、米田コーヒー。あそこ。なんだっけ？どこ？よく。まあでも黒糖、うん、ミルク。黒糖ミルクコーヒー。ありがとうございました。ありがとうございました。なんならほぼカフェオレみたいな。まあまあまあ。まあまあ。ちょっと種類変わっただけっていう。真帆さんの中でコーヒーがなんなんやろな、飲み物。コーヒーありやろ。そのボスでもうコーヒーが消化しなるほど、なるほど。だこういう発想する人だよっていうのは、ちょっと今後に生かさないと。確かに。難しい。難しい。だからここからどんどん上がっていく感じだよ。そうですね、上げてはい。回答率。じゃあ次の質問お願いします。どうぞ。真帆さんの口癖。これね、いやこれ時期によるんだよな。あ、時期によるのか。確かに時期によるんすよ。まあでもね、まあ、王道行くならまあこうなのよ。王道行かせてもらいましょうか、僕じゃあ。ちょっと待って、2個ある。2個、これみんなの回答超楽しみやな。これはこれだね。これはこれ、これでも人によって違うんじゃない？そうっすね。あ、まあ確かに。よく言われ、立川だったら意図は何なのだろう。いやいやいや、一回あの時の一回口癖レベルで、それは一回しか言って、それ周りがもう言い知らせだけです。周りの方が口癖になってた。それだから誰、意図は何なのか、受け取り方によるから、それは。はい、それでは発表していきましょう。はい、せーのせ、はい、どん。なんだか、あ、そっちね。なんだがあるでしょ。俺ね、なぜならば、あ、そうっすね、うん、俺これ、これでしょ。まあまあ、それもまあ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 、だと思っていて、まあまあ、はい、からのそこ ね、 いいね、コンボルート的にはね。確かに初動はまあそっちか、指導。確かに指導はまあそっちか。いやでもこれなんだが通したら気持ちいいな、この変化球。まあそれも言いますね。ね、言うね。んだが、じゃあ答えの方お願いします。孫さんの口癖は？口癖？これちょっと恥ずかしいだろうな。まあ、うん、まあ、自分で言うのは確かに。理解してんのかな、自分で自分のこと。恥ずかしい時は言ってもいいよ。自分で口癖なのわかんないよね。あ、これそう、これ俺の口癖かもしれない。お、わかりました。は？外向きもいいとこじゃん、それ。それ言う？
聞いたことない、聞いたことない、分かりました、ね、分かってるとも見たことないですもん、もしくはいいですか、もしくはいや、そう、配信の口調どういう、あ、だからこれ本当の正解は、はい、あの丸々だと思っていて、うん、なぜならバーが正解ですよ教えてあげて正解を教えてあげるかもしれない逆にね、 あなたはこれですよ、これは今正解を向こうが教えてくださってるんですけど、うん、何々だと思っていて、なぜならバーが正解らしい、いや、それない意外なし、そうなの、いや、そうじゃないです結構な相違だったけどなだいぶちゃんと否定されたんだ、そうなのかな、まあまあまあ、そんなことある、いやいや4人中3人そんなことあるこれの本人の再生バージョン聞きたかったのにちょっとちゃんと聞きたかったけど、ね、そんなことあるんだ、いや、だと思っていてとか、なぜならばっていうのは、あの人狼ゲームをやってる時にしか基本言ってないです、ね、まあ、確かに、確かにそうかも、あれではだと俺は自分では認識してますね、それよりは、まあ、さっき言ったのはいいですかとか、わかりましたとか、わかりましたとか、あとは全然ダメとかも言うかもしれない全然ダメえ、あ、でもそれぐらいかな、言うでしょう、でも普段なんかなぜならばって俺あんま言ってないような気がするから、いや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 、多分そのあれ、それナルオの戦略です、いやいや、どんな戦略を、はい、どんな戦略なの、俺そんな戦略なのよ、これはい、それではじゃあ、まあ違うってことね、そうね、波長は合ってきてるわ、まあちょっとね、だんだん言い格好しの日でもあるわ、あ、確かに確かに空気感がちょっと分かってきたな、今日はカッコつける日だね、お願いします、最近キレた理由、キレた理由、キレてんのかな、最近じゃないんだよな、ちょっと置いてない、まあこれじゃない、これ僕ちょっとあるんじゃないかな、はい、じゃあ正解の方を出していきましょう、せーのでドン、はい、ルークのしゃがみ中盤、ルークのしゃがみ中盤、立川さんの流、ナビに嘘つかれた、自分のカフェオレを人に読まれたみたいな、そう、これ最新じゃないんだよね、あ、最新じゃないですか、アスト5のあれか、俺の新しさ見てください、昔でしょそれ、確かにルークのしゃがみ中盤相当ありそう、ルークのしゃがみ中盤これ結構あると思いますけどね、確かに、じゃあちょっと答えの方、変わってねえじゃんやそういうキレ確かに調整後ですから、ね、アブネジアと、ま、そう、アブネジアと迷ったんですけど、まあ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 、突然軽く落ちたからそう、こっちじゃねえかなっていう。はい、それでは答えの方をお願いします。はい、どうぞ。よく車乗るから。そうね、ナビもある。最近切れた理由は？切れた理由？切れた。なんか必ず一回聞き直すよ。切れないね。もうこれはまた欲しいだったわ。なんだろう、間違えたわ。これそれでいいんだと俺ら答えられるよ。切れたことないですね。あ、え、お、これで年末年始に赤狼をやってたんだけど、その時すんごい苦労して倒した獅子猿の後に、うわ、なるほど、ニザルが出てきた時、なるほど、切れかけました、はい、なるほど、まあ確かにな、最近赤狼やってるからな、まあね、あの2人目が出てくるんだよな、確かに確かに、あれは2V1 になるんだよな、確かに、あれはまああれはまあ確かにな、うん、確かに、まあ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 、最近だったらしゃがみ中盤だろこれ変わってねえだろってよく言ってるじゃんよく言ってる、ああ